はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。大きい赤ピッピ様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ひろこ様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。早速チラシを送らせていただきますんで、よろしくお願いいたします。メルマガ運営会社マグマグから連絡ありまして、選挙期間中はメルマガを発行できませんからご注意を、だそうであります。選挙違反になるそうであります。選挙中でもですね、動画上げたりブログを更新したりするのはいいんですけど、そっちの方はですね、見たい人がわざわざアクセスして見るっていうことでね。まあまあ、メールは厳しいんですよね。迷惑メールとか、メアド何十万、何百万件、いっぺんに送れちゃいますから、メールは選挙法で厳しく規制されておりまして、メルマガもダメなんだって。期間中の記事は、終了後にお送りいたしますので、登録解除しないでね、懇願という感じであります。まあ、終わった途端にバカバカ、来られて、まあ、読むの大変でしょうけれども、まあまあ、選挙期間中もサボらずにですね、メルマガ作るってことですよ。要するに、顎の手術の経過診察に行ってまいりました。今日ですね、綺麗に治ってるということで、憂いなく選挙活動できそうです。NHK 政見放送収録日日時決定いたしました。5分だそうなんで、記者会見の時の原稿をちょっと削るぐらいになりそうです。9条破棄、外国人留学生超優遇廃止、外国人生活保護廃止なんて、項目読み上げてっと、それで3分ぐらい経っちゃうと思うんですね。公約政策は言わないとね、政治家なんだから。それにしてもツイッターなんか眺めてみますと、日本改革党って比例で投票できねえな、いう東京以外の方から悲痛なお声がいっぱいありまして、申し訳ありませんけども、今回は東京選挙区で私一人が出るっきりであります。力が足りませんで、10人とか揃えて比例枠使うことができませんでした。今回の選挙結果、どうなろうとですね、次の参院選、次の衆院選は10人出せるように、できたら47都道府県全ての選挙区に出せるように精進いたします。皆様も応援よろしくお願いいたします。まあ、メルマガなんかもその、一環なんですけれどもね。外国人犯罪は侵略とみなして厳罰化という動画を2日ぐらい前に上げたんですけれども、被害者が外国人の場合はたとえ殺人でもいいのかな勝手に殺し合ってもらえれば、経済に済ませれば、勝手に殺し合うのが促進されていいんじゃないか、なんてちょっとずるいことを思いつきました。とにかく親戚である日本人は全員親戚ですから、皇室が総本家、我々はみんな分家。だってね、縄文時代の日本人の人口が10万人だって、それがですね、今1000倍に増えて1億人越してるわけでして、全員親戚なんですよ。ですんでね、親戚向けだっていうことでついつい凝ってしまう日本刀とかね、そんなやんなくてもいいだろうっていうぐらい凝ってしまうものを作ってしまうっていう特性が日本人にはありますね。でね、日本の車でも何でも電化製品でもそうですけど、親戚向けの丁寧に作った品物を親戚じゃねえ人が買うと感激するわけだよな。日本製はよくできてる。いいわけでね。そういうことなんで、私は日本人は全部親戚である。日本は超個体っていう、説を推しておりますから、考えついてですね、確信してます。確信してます。日本人はみんな親戚。で、多数の個体がまるで一個の個体のように振る舞う超個体っていうのを確信してるわけなんですけど、それに基づいていくとですね、親戚である日本人に
よそから来た親戚でもね、外国人が迷惑かけるのが許せねえわけで、まあ、あの外国人同士が殺し合うのは容認、数減っていいんじゃないか、あーなんていうですね、ロシア軍の軍艦7隻が犬吠埼沖合約180キロ航行、まあ、東京沖ですね、イージス艦を出動させ警戒だそうであります。駆逐艦2フリゲート艦3観測艦などを確認と、まあ、こういうルートでですね、おー来たな、だいぶ下がってきたな、連動して中国のあの軍艦2隻もですね、あそこあそこ青森と北海道の間を通過した、あつるんでやがんなという、記事もありました。ネットの反応です。怖いだろうと脅しかしに来てるっぽい、これ前から定期的にやってる動き、日本の防衛予算を増やす協力をしている、こんなんで脅してると思ってるならかなり哀れ、もう完全に仮想敵国、暇そうにしてるとウクライナに生かされるから必死、ああそうかもね、暇そうにしてっとね、海自の潜水艦に包囲されてるのに気づいてないとか、米軍の原潜もぴったり張り付いてんだろ、海自オンモンゲット、なんと日本の危機なのにテレビ一切これ報道してなかったそうであります、元ネタはあの防衛省の発表なんですけれども、テレビ一切これ報道しないって本当に異常だわ、日本のテレビ局ね、NHK の政見放送でこれ言ったろうかな、本当にあの今晩16日ですから昨日のニュースなんですけど、今晩今日1日見張っててどっこのテレビ局もやってなかったら確認したら、NHK の政見放送で16日ロシアの軍艦7隻東京沖に来たんですけど報道しにがったでしょ、異常だわって言ったろうかな、お前ら異常だからなってね、あのロシアがそんなに日本を意識していたとは意外も意外ですね、ウクライナが思い通り行ってないから背中が薄ら寒いんでしょうか、うすうすしちゃったんでしょうか、まあ自業自得なんですけどね、北朝鮮が何十回もミサイル撃ってるし年間1000回以上も中国とロシアの戦闘機が寄ってくんでスクランブル発進してるし、中国船は毎日のように何日連続でなんて来てるし、尖閣諸島機にね、帝国はこんなんではビビらんと、あんまり良くない傾向なのかな、麻痺しちゃってんのかな、思いますけれども、加減知らずのバカがやりすぎなんだよね、加減知らずのバカとは中国、北朝鮮、ロシアのことですね、共産党は9条を生かした外交とやらでこれ止めてみせろって、できたら支持率上がるぞい、できっこねえですけどね、一応ですね、あの航海の安全航行なので撃沈はできないみたいであります、一隻だけなら5社かもしれないっつって、全部何十年も前のオンボロの船らしくてですね、サビだらけの、事故か撃沈か見分けつかなそう、あのこそっと撃沈してもね、日本はロシアの隣国ですでに北方領土盗まれてて終戦も正式にしてない、サンフランシスコ条約にソ連は参加してませんから終戦してない、実は今でも厳密に言うと戦争中の日本とロシア、正真正銘の敵国であります。ウクライナでひどい目にあってロシアが鼻血も出ないほど弱体化、できれば小国に分裂してくれるのが帝国のため、帝国にとって都合がいい、帝国にとってあの損か得かで剥がれば事実なんかどうでもいい、実はウクライナもひどい行いをしていてなんてことはどうでもいい、損か得かしか見ないから、ロシアを叩いて叩いて叩きまくるのが正解であります。地政学でもですね、善か悪かではなく損得のみを考慮すると。でないと国家は持たない。平和とか国益は綺麗事ではありません。血なまぐさい嘘や謀略で守られます。日本人皆一族、親戚、
を守るために容赦すんな、どんな嘘もためらう、6月16日岸田総理、核共有という議論には慎重でなければならない。またね、あのべき論言ってて中身何にもないって思ってたら、ネットではね、以前の全否定から進歩したと評判高かったです。そっかーって思いますけど、何も言ってなくない？こうすべきとかさ、なんとかしなければならないとかさ、べき論って言うんですけどね、そういうのね。理想を語ってるだけで自分でどうしたいっていうのがすっぽり抜けてますから、何も言ってないと同じだと思うんですけども、ネットの話、自前で核武装しろよ、むしろこのどさくさで進めないと、そうっすね、世界が戦争嫌だね、理不尽だねっていう風になってるこの時に、どん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 どさくさで進めないとなかなか進まない。核持ってない国が圧倒的に不利なのはウクライナで分かっただろう、岸田は中身がないからどう動くか分からん、唯一の被爆国だからこそ持つ資格がある、原爆アレルギーの広島選挙区のキッシーには無理、減衰菌とか変な団体がですね、高齢化で弱体化しないと騒ぎそうですな。幸い若い人入っていかない、若返りできてないんで高齢化する一方ですから、まあどん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 詐欺細りは間違いないですけども、広島出身の岸田は腰が引けてできないだろうな、核共有より自前で核武装だっていう意見が多かったんですけど、それは一足飛びにはちょっと難しいから、まずは使わせてもらうっていうとこから始まるんでしょうね。まあまあ立ち上がってもいない赤ちゃんにいきなり走れっつってもさ、核武装していない国は攻められる、同盟国が核武装していない国は攻められる、そもそも同盟していない国は攻められる、これがウクライナで得た教訓であります。外に向けてですね、我が帝国は核兵器あるかもねって言うだけでいいんではって思いますけどね。帝国が保有するプルトニウムは46トン。3年前の時点で46トンでありました。世界一プルトニウム持ってます。これはですね、長崎型原爆の6600発分。威力は21キロトン。今、いくらでもですね、威力は出せるみたいなんですけど、それをか、小型化して、そこそこの威力で、いっぱい、一つのミサイルに、10発ぐらい、そういうの積んだ方がいいってことで、一つがですね、100キロトンぐらいのが主流みたいであります。長崎型原爆。これ、広島型原爆の威力が15キロトン。って言われてますんで、それより威力がでかいやつの6600発分、日本はすでにプルトリウム持っていると。広島の方が被害が大きかったのは地形のせいだそうであります。H2 や H3 ロケットも成功してますんで、まあ、重量物を積載できるですね、弾道ミサイルもすでに持ってるし、すでにですね、世界中から潜在的核保有国って見られてるって、知ってました？皆さん、帝国の他にそう思われてんのがイスラエルであります。ここはですね、持ってるとは言ってないが、持ってないとも言ってないんですよ。で、疑い深い近隣諸国、仲悪い近隣諸国は持ってんだろうなーっていうことで、一致している、帝国もですね、持ってないっていうことをやめるだけで、持ってないとも言ってないことで侵略リスクがぐっと減ると思うんですけど、どうでしょう。どんなにね、卑怯でずるくて卑劣で狡猾で、そういう真似してもですね、後ろ指刺されても侵略されるよりマシですよね。親戚じゃねえ外国人にどう思われても構わんし、構わんし。まあね、限度っていうのがありまして、韓国みてえな嘘ばっかついで、何の理由もねえのに、で、みんなから嫌われてるって国にはなるのは損ですから、それはやりませんけれども、得する嘘なら、ついでもいいんだねえの
私は思っております。リアリストですから、韓国みてえに嘘ついて損してる、信用ボロボロで、そんなことをするのは愚かバカのすることでありますんで、やりませんけどね。参院選比例候補として全国を回っている辻元清美落選中はですね、強い野党を作りたい立民の男の子たちはちょっとひ弱な子もいてるんです、修羅場を踏んだ女がガチッといきますわなどと6月14日仙台駅で言ってしまいました。ネットの話です。はい、男性差別、ヘイトスピーチはやめなよ、差別発言してんじゃねえよ、比例に逃げたやつに説教されてもな、こいつ本当に面の皮が厚いな、修羅場って自分が起こした詐欺事件で自業自得やん、バカみたい、本当にバカみたい、あなた高槻市民に選ばれなかったじゃないですか、落選してんだもんね、自分が言うのは良い差別、あなたは今一般人じゃないですか、男性候補がね、仮にですよ、立民の女の子たちはちょっとひ弱な子もいてるんで、修羅場を踏んだ男がガチッといきますわブリブリって言ったとしたらどうですか、炎上間違いないっすよねこれね。男性下げ、男性への悪口問題なし、女性への悪口大炎上ということで、フェミが掲げる男女平等が嘘8億っていう実例がまた一つ追加ですね。大騒ぎ、この発言男性差別だって大騒ぎすべき、フェミだんまり、テレビだんまり、朝日新聞だんまり、わかりやすい、なんか空通とか言ってちょっと有名になったフェミの人、共産党と一緒に凱旋やってますわ都内で、画像提供を受けて、知ってますけれども私ね、 MeToo 同様にとある政党ととある勢力だけがやってる運動ってバレてんだわね、フェミ活動ってね、イコール左翼ですよ、フェミは左翼の仮面です、一枚剥げば左翼むき出し、共産党やら中核やらギャオギャオ言ってても取り合うべきでないですね。一族の親戚ではないかもしれんのだしね、ないでしょ、辻元さんとかもさ親戚じゃねえんだから、親族経営のね中枢に生かしてはいけないって私思いますね。まあ同様な意見から機械一生は立候補させるべきではない、親戚じゃねえんだから、まあハーフとかは別ですよ、一応日本人の血が混じってる親戚の仲間入りさせて、立候補させてもいいですけれども、まるっきりの外国人親戚じゃねえ人は立候補させるべきではない、擁立すべきではないと私は思っております。引き続きご支援、メール党員様、ポスティングボランティア様、大募集であります。メールマガ選挙中は停止してしまいますけれども、登録解除しないでください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。